この世に最悪をもたらす神喰いと戦う少女たちの物語である。限界などおきに狼喰いメフィストフェレスが現れた。この危機に立ち上げられた対策本部を指揮するのはアマテラス。戦力部隊目標狼喰いメフィストフェレス出力最大カーン。目標上陸、博多市街へ向け進行中。無理無理無理、あんな大きいなんて聞いてないよ。無理だよ無理無理。弱音を吐いちゃダメ。仲間が3人この街に来て戦ってくれてるはず。私も負けられない。私はこの落としで。こっちは湯気同士で頼む。何か別の戦いをしていた。全長570メートル、なんて巨大な神喰い。どうしたらいいの。目標博多舞鶴公園にて突如沈黙。どういうこと。目標高身長コンプレックスの女子と判明。そっか、全長570メートルもあったら素敵な男子と出会えてもためらっちゃうよね。そうだ、あの神会のために女子会を開いてあげようよ。そしたら機嫌よくなって帰ってくれるかも。はい、女子会用意。愛よ、私たちは愛で戦うの。ほら、メイコも飲んで飲んで。はい、もう一杯。わかる、彼氏に気を使ってヒールの高い靴が履けないとかあるよね。フリーサイズや大きいサイズの服って何かの陰謀なのってくらい地味だしね。目標ご機嫌。やった、これで博多は救われたね。へっちょろい。目標再び暴走。どこに向かってるの。わかりました、目標前方にカンナルシティ博多。カンナルシティ、リア充の巣窟とも呼ばれるデータスポットです。目標リア充どものイチャつきに当てられたもよ。リア充爆発しろー。あっとメイコ、もう知らない、みんな早く来て。あー、やっぱ博多に来たらラーメンだね。いったつ、急にお腹が。やはり湯気同士は無謀だったか。これも神喰いの仕業に違いないね。静香ちゃんウケる。これはこの世に最悪をもたらす神喰いと戦う少女たちの物語。まだそう信じたい。次回暗中飛躍、あのメフィストが最後の一匹とは思えない。